母さんは風にめちゃくちゃ甘くって、めちゃくちゃ甘いんですよ。なんかそう、めちゃくちゃ甘い人でした。風には自分でも甘かったそう、甘々です。そう、なんかしゅうちゃんはよく、お姉ちゃんはねよくなんかすごい、でもお姉ちゃんからしょうがないんかな、なんかすごいふーちゃんに負けてあげなさいってよく言われてましたそう、なんかフルーツとか結構大きいお皿で切る家だったんですよ。大きめのお皿に入れてなんか分けずにやるんですよ。ふーちゃんはこの分、しゅうちゃんはこの分じゃなくてなんかこう出すんですけど、そのしゅうちゃんがすごい独り占めしたがる人だったので、そうだからふーちゃんに負けてくださいってよく怒られてましたで、ふーはハッハッハッってなってましたって言ってましたよく。そう、妹はやっぱ甘やかされますね。うん、甘やかされます。ちょっと妹特権、それは。悪い子そう、甘く育ちました。だからふー甘やかされたい人なんですよ。甘やかされ、いや自分に甘いから厳しくならないとですね。弟だから分かりみが深いですよね、やっぱ。でもなんかすごい嫌だったのは、なんか今は全然いいんですけど、ずっとなんかお下がりが多かったので、それはすごいね、小学校の時とかめちゃくちゃ嫌でした。そうなんです。長男は大変そう。ずっと言ってた、なんでいつも同じ服なんって、なんでしゅうちゃんと同じのばっかりなん、ずっと言ってました。うん、でもなんかもうなんか中学生ぐらいになってきちゃうなんかもう何でも良くなってくるそうなんですよ。そう、すごいね、仲悪い時期あったんですよね、ちゃんと。すごい仲悪い時期あったよ。兄弟あるあるなのかな。今めちゃくちゃ仲いいけど、めちゃくちゃ仲悪い時期ありました。髪の毛引っ張り合いとかしてましたもんそう、やばかったですよ。小学校ぐらいかな、小学校、ふうが4年生で、しむこうも小学校6年生とかの時ぐらい、そう、小学生の時、すぐ中からふうがすぐそうやって泣いて、またママをどうせ呼ぶんやろみたいな言われてそれで悔しくてまた泣くみたいなそうそうそう、じゃふうが後ろからすごいね言うんですよ。しゅうちゃんがどっか行く寸前にアホって言って走って逃げるんですよ。そしてほんでそれでよくキレられて、またそうやってママに言うんやろって言われて泣きました。それで、そうなんですよいやもうダメですよ。うんそう、兄弟って感じ、姉妹、そう姉妹って感じです。今はめちゃめちゃ仲いいです。いつからこんなに仲良くなったんやろって感じ。一緒に買い物行ったりご飯食べに行ったりするからね、今は。自分の昔を思い出すようだやっぱみんなそうですよね。うん、
の間にか。そうなんだよ、大人になりました。でもなんか親に反抗期はなかったかも、あんまり親に反抗期なかった気がする。そうよ、大人になったんだよ大人になったんだよ。そう、親はいないよ。 STM、 そう STM です。お父さんも優しい、優しい。パパも優しい。パパは面白い、面白い人ありがとうございます。パパ寝るのめっちゃ早いんですよそう、めちゃめちゃ寝るの早い、うん、めちゃめちゃ寝るの早かったです。もう寝るんって毎日のように言ってた毎日もう寝るんパパって言ってもう眠たいからなって言って寝ていためちゃめちゃ早いです19歳よね、いいですね。京セラ握手会もお疲れ様で、ありがとうございます。京セラめっちゃ暑かったですね。なんかファンの人からなんか暑い暑いって聞いてて、そんなに暑いんやって思ってたんですけど、すごい暑くて、しかもなんかフーのレーンのね後ろに扇風機がちょうど当たらない場所で、フーのレーンがすごいなんか皆さん大変やろうなと思って、すごい申し訳なかった。そうなんです、申し訳ない気候でした。あれ空調壊れてたんかな、なんかつけたって言ってたんですけどね、大人の人に聞いたらつけたけど、なんかドームを涼しくするのには 3,4 時間かかるから、もうふーちゃん帰る頃だねって言われて、うんってなりました。昼くらいまで聞いてなかった。そうなんや、やば、 1,2 分の人とか大変よね。あらら、あなたにあげたい。そう、なんか今日全然ご飯食べれなかったんですよ。なんかなんでだろう、夏バテかな。こんばんは。そう、カラオケ行きたいんですよね最近。夏バテかな、なんかねすごい全然食欲出ないです。でもなんかそんなにお腹も空かないんですよねうん、お腹もそこまで空かない。お、待ってます。
カラオケで何歌うん？タッチとか、何歌うやろ、何歌うかな、ふタッチとか、あれ歌いますよ、あの残酷なってやつ歌う。タッチとそういうの歌う。タッチはねすごい好きなんです。ふもうめちゃくちゃもうすごいですよ。ふ見せてあげたいぐらい、ふ本気なんで。タッチは本気で歌う人なので本当にもう本気で歌ってます。もうねすごい振り、自分で考えて振りをそうこの間ね、そうカノンとかといた、カノンといた時にフーがすごい全力でタッチを歌うからカノンにすごい惹かれました。なんかえって言われました。フーが本気で歌いすぎて。そうなんです、好きです、タッチ、タッチ、ここにタッチ、そうなんです。みなみちゃん、そのコーヒー美味しいやつ好きな、そうなんです、美味しいです。そうなんですよ。何点出る？何点ある？なんかあんまり採点しないんですよね。なんか採点気にせずに歌ってます。歌いに行くって感じ、あんま採点しないかも。うん、そうなんです。あ、ビスコさんありがとうございます。ビスコさんありがとうです。ビスコ食べる食べる詐欺ビスコさんありがとうございます。ビスコ玉サンキューです。タワーが立ったわ、ありがとうございます。わーい早く食べてはいありがとうございます。東京タワー、ビスコ買ってこよう美味しいよね、あんまり食べたことないけどでも見るんですよ、コンビニでね。ビスコね、すごいよね、乳酸菌がたくさんって。なんかすごい、なんか乳酸菌とか昔のやつ書いてなかったよね。ビスコのクリームがめっちゃ好き、わかる。ふう、こうやってやる人、パキってやって、なんかオレオもそう、全部割る人、割ってなんかクリーム、中のクリームばっかり食べる。うん、美味しい。なんかいろんな味あるよね最近。そう、わかる。クリームゲームブランでもやる、マジか。それはやらへんかも、風はでも美味しいよ、うん、美味しいよね。ビスケットの中にはビスケット、あ、間違えた、ポケットの中にはやこう、なんだっけ、こんなやつありましたよね、ポケットを
全然知らへんかったわ歌ってみたけど全然知らへんかった。あ、ビスケットが一つか、そうや、ポケットを叩くとか、ビスケットは二つ、叩いたら増えるず、そう、叩いたら増えるらしい。増える増える、割れてるだけってよう言ってた。確かに、あ、確かにそういうことか。ふーちゃんやっほーやっほー、割れてるだけか。あ、なるほどね。ビスケットの中に一つあってパーンってしたらスーンって。確かに賢いですね。確かにビスケット叩くと二つになりますもんね。なるほどな、そういう意味やったのか。なんか悲しい現実ですね、そう考えると。ちっちゃい頃はすごいそういうのは信じないタイプで、魔法だ魔法だって言ってたのにそう、なんか悲しい現実に直面って感じです。うん、お、ありがとうございますそんな感じですね悲しいね。そうね、魔法って信じておこうかそういうことにしよう。ポプラ、ね、広島ってポプラ多いですよね。コンビニポプラ多くないですか。なんか広島に来てよく見かけるポプラ。風が見なかっただけなのかな、大阪で。広島に来てよくポプラを見る。でね、ミニストップあんまり見なくなりました。そう、ポプラっていうなんかコンビニみたいな、コンビニやと思う多分。そう、そこ風の家。そう、ミニストップはなんかあれなイメージ、スイーツがすごいイメージ、ハロハロみたいなやつ。ミニスカートで妖精に変身して、ふーちゃん、いろいろとありがとう。意味深なんですか、怖いですね。怖いよ。ローソンはよく見かけるな。確かに。ローソンね。うん。セブンもよく、うん、わかる。何が多いんやろね。出張公演の AKB 劇場、舞台の楽屋も狭いですよ。え、行ったことありますよ。一回パフォーマンスしました。うん、ふーちゃんバク転できる？できない。バク転もできないし側転もできない、運動音痴野郎ですね本当に。もうなんで、なんかすごいよく聞かれる、本当にバスケやってたんってよく聞かれるぐらい運動音痴なんです。本当に運動音痴なんですよ。前転はできますよさすがに、でも後転はできない後転できない。めちゃめちゃなんか首が曲がるんですよね。首が折れそうになる。なんかこの辺がうんってなります。うんって、なんかパキッみたいな感じになる。そう、逆立ち、逆立ち怖い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 。そう、逆上がりもねできないやば、ほんまに何もできへん。ふやば、
逆上がりできないです。で前回りはできる、あの棒のやつの鉄棒の前回りはできる。あとあれもできるよ、なんかぶら下がるやつ、手と足でなんかブランブランってなってするだけのやつ、あれはできる。今日はやっぱり顔が丸い。なんだと痩せます。一輪車乗れるよ、一輪車乗れる。ちょっとだけ進める。でんぐり返しって前回りですよね。縄跳びは二重跳びまではできます。なんかすごいやつあるじゃない、こういうこういうやつ、シュ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 みたいな、なんか二重跳びしながら八の字みたいなやつ。できないよね。竹馬できる。ふう、めっちゃ竹馬得意なんですよ。あ、はやぶさ、そう、はやぶさです。はやぶさはできない。はやぶさできない。ホッピング、ホッピングめっちゃできます。ホッピングとか竹馬とかはできるんですよね。うん、竹馬ね、できますよ。小学校の時ずっとやってました。そう、めちゃくちゃ早いですよ竹馬竹馬早いですよ。そう、でも今できるって言われたらちょっとあれかな、ちょっと疑わしいかも。フラフープはできます。何ができないんやろ、なんか怖いのは嫌です。なんか多分ね、怖いっていう意識を持っちゃうからできないんやと思う。スカイダイビングやったことない、でもやりたいってあんまり思わないので、うん、大丈夫ですそう、大丈夫です。はい、球技、バンジーはやりたいけど、スカイダイビングはなんか怖いかな。バンジーはなんかあんまり恐怖感抱いてないです。そう、でも、うん、お、ケンタロくんもありがとうございます。君にスカイ、そう、コードレスバンジー、何ですかそれ。プールに飛び込むのなんかでもプールに飛び込んだ時になんか飛び込みの授業みたいなのあるじゃないですか、飛び込むやつ。なんかすごいなんか全身に水を受けてなんかパーンみたいな感覚だったんですよ。それが痛すぎてもうそっから飛び込んだことはないです。すごいね、痛かったんですよ、もう体中が本当に痛くって、本当になんかもうバチーンって言ったんですよ、本当にめちゃくちゃ痛かったんですよ、ほんまに。もうそっからはもう絶対飛び込まないと思いました。めちゃくちゃ痛かったです。なんか多分そのまま突っ込んじゃって、フーがめちゃくちゃ痛かった、パーンって言ってました。フー苦手、指先からよそれな、指先からよ、それな。お、石田健一さんありがとうございます。明日は配信できるの、あ、できます。明日はお久しぶりのお仕事なので、お久しぶりに行く場所です。大雨取り始めたよ、お、待ってます。
朝しないです、夜です。明日オールナイトニッポン、あ、フーは出ないんですけど、ユミリンとほのたんとあかりんかな、あとメイプル超合金さんが出るみたいなので、ぜひお聞きください。夜更かしする方はね、夜更かししましょう、一緒に。イエイ。ワイも夜更かしするか。ふーちゃん寝そう。どうだろう。ちょっと何も言わないでおきます。またふーちゃんと握手したい。しに来てください、待っておる。18歳かお寝なさい。もはやふーちゃんになりたいのですか。ふーになってもいいことないですよ。あ、でも可愛いメンバーに毎日囲まれてるので、それはメンバー特権ですね。幸せ。あっちも可愛い、こっちも可愛い、こっちも可愛い、こっちも可愛いなので、それは幸せです。羨ましいだろう。それな、羨ましいっすよ。髪伸びたの、嘘、切ったんですけどね最近。もうちょっと切ろうかな。パラダイス。そう。ココアに愛してるって伝えといてくれん。電書バトになります。電書バトになりますよ。そう、おすすめのアイス、おすすめのアイス、最近はあ、クランキーのチョコミントのやつ美味しかった。そう、クランキーのやつてか、クランキーのシリーズ毎回結構美味しくって、なんか結構ミルクが他のやつより濃厚な気がして美味しかったです。それ出張です、応援してください、頑張ってください。そう、あとマカダミアのやつも美味しかったですよ。マカダミアのチップカリカリってなってるやつも美味しかったです。ソウのチョコミントが出たみたいなんですよ。美味しそうですよね。ふーちゃんってストゥーシー好きよね。好きですね。よくレッスン着で着てますね。確かにストゥーシー可愛いもんね。美味しそう。わー、ダジャレやん。
ダジャレやないか。そう、ストゥーシーが ST 入っとるもんね。そうなんですよ、なんかそれどこストゥーシーのワンピース着てたらこの間言われました、結構前に。そう、それ ST を意識しすぎやろって言われました。全然自分で意識してなかったから恥ずかしい。めちゃめちゃなんかアピールして歩いてるみたいな。そう、 STU なんか SSY っていう、上3文字下文字3文字の STUSSY っていうやつだったので、そう、意識高い系でした。それで歩いてたからね。そうそう、そうなんです。暑い。回し物やばい、回し物はやばい。何分までするの？10時までします。何時なんやろ今一体。時計やっぱ買おうかな、買うべきですよね。ほっぺもにゅってして、これが伸びないくらいになりたい。ビヤバンバン。めちゃめちゃ伸びます。うん、なんだよね、困ったもんだよ、本当にもう困ったもんだよ、伸びるんだよ。いっぱい入ると思います、この中に。たくさん入りますよ。でも夏って痩せますよね、なんか夏バテとかそういうので、皆さんも気をつけてください。やぶしたリス。そう、ハムチャンズになる。ハムチャンズって何でしたかな。今日1日で2キロ痩せました。驚愕。開いた口が塞がらないですね。ハム太郎、あ、そう、なんだか走るよハム太郎。これをねこの間なんだっけ、廊下で歌ってたんですよ。廊下で大好きなのはって歌ってたんですよ。めっちゃ怒られました。そしたらそう、すごいうるさいって言われました。大好きなのは、この歌大好きなんですよ。ひまわりの種、これはずっと歌ってました。うるさいって怒られました。そう。はあ、どこの廊下、事務所、事務所の廊下です。そう、え、ハム太郎の歌よく聞く、ふうも、うん、癒される声に。ココアが可愛すぎるよね。可愛いよねココアは。キャラクターの名前覚えとる？何の？何のでしょう。
なんかふうさんモノマネめっちゃモノマネのレパートリーゼロなんですよ。なんかモノマネをできるようになりたいですよね。なんか、モノマネなんかさ、みんな結構できるじゃないですか。ミツとかもなんかしんちゃんとかできるじゃないですか。おじゃる丸の人とかみちはねできるんですけど、ふうね全然何もないんですよ。トラブさんしとるやん怒られるからやめてよ、やめてください。そうなんですよ。坊ちゃんできるじゃん。確かに坊ちゃんもできる。ちょっと今はできない気がします。そう、皆さんすごいツッコミ上手ですね皆さんツッコミが上手なことで、よきよき、皆さんツッコミが上手です。面白い。そうですね。そう。53分くらいのお知らせ、あら。もうそんな時間ですね。早い。日曜日が楽しみじゃ、楽しみじゃ、やぶしたも楽しみじゃ、楽しみです。来週の握手会もうね、21、22ですよね。楽しみ、何着ようかな。なんかさ、あ、そうそうね、どっちか制服着るって言ったんですけど、どっちだったっけなと思ってなんか22って言ってたような気がしたんですけど、なんか21な気もしてきて、どっちだったっけなと思って、でも22って言った気がするんですよね。22って言ってた気がするんですよね。コスプレじゃねえしコスプレじゃねえし、現役女子高生なんです。21?2? ちょっと自分のメール見返します。なんか最初はね22って送ってたんですけど、なんか途中で21になったっぽくて、風のメールが、だから多分22だったと思うんです。よし、じゃあちょっとランキング読みます。13位、おやすみんとーつ、継続は力なり、ありがとうございました。おやすみんとーつ。12位、すねさん、すねなすさん、ありがとうございました。すねなすさん。11位、カズニーラーメンつけ麺、僕仮麺仮麺、ありがとうございました。10位、声がおかしいケンタロウ、ありがとうございます。あの、無理なさらずですよ、本当に風邪はねえ怖い。9位、ただし、ありがとうございました、ありがとう。
うん、8位吉田健一さん、ありがとうございました。ありがとうございます。7位、七瀬ニコニコ、急がにつけられた、花ちゃん最高かよ、ニコニコ最高かよ、君で君って最高かよ。6位、和幸 KK、 中国電力から嬉しい便りが来たよ。お、まさか当たったのですかね。5位、ゆうくん筋肉ムキムキマン、おお、いいですね筋肉。ふうもね、あのね、今日からね、あのちゃんと腹筋しようと思いまして、腹筋割りたいと思って、そう、なんかもう寸胴なので、そうなんです、全然腹筋できない、続かない人だから頑張ってやります。4位、吉田さんちのカズくん、デコ出しのふーちゃん、まんまるで可愛い、スキピ、ありがとうございます。まんまる、まんまるありがとうございます。3位です、でで、3位は翔平、翔平ありがとう、翔平、へいへい、ありがとうございました、ありがとう。2位です、でで、2位はイッツァビリー、大阪公演最高、前髪ない風可愛すぎる。本当ですか、なんか前髪ないの意外と好評で嬉しいです。たまにしますね、またありがとうございます。最高。1位です、でで、1位はお、ビスコさん、ビスコさん1位です。ビスコさん、タワーありがとうございました、本当に1位ありがとうございました。ビスコ食べます本当かよって感じですよね。頑張ってね、ビスコいろんな種類あるから、ありがとうございました。ナイスタワー何ですかそれ。ということで、皆さん見てくださった方ありがとうございました。すごい星とか投げてくれたり、コメントとかありがとうございます。今日からそう、ちょっと夏バテしてご飯があんまり喉を通らないのですけど、この調子でいい感じにスリムになりたいと思います。産毛がぼやぼやうん、そうなんです。ということで、皆さん腹筋割れたら皆さんに報告します。一番最初に言いますね、じゃあ、うん、ということで、また明日、おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイ。ちゃんとご飯食べれるときは食べるので、そこは大丈夫ですよ。ありがとうございました。